はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。日付が変わって8月1日となりました。月が変わりましたということで、やってきましたフェス原画社。そしてなんと分けてきました、ニューガンダム、そしてサザビー、ね、逆襲のシャアからこの2機体が登場なんですけども、まさか別々で来るとは、ね、これはちょっと予想の斜め上でしたね。はい、ただざっとね、提供割合を見たところ、まあ賛否はあると思うんですけども、まあ人によってはね、非常に神ガシャでもありますね、で人によっては、分けて欲しくなかったっていう感想もねあると思うんですけど、なのでまあ良くも悪くもといった感じのガシャかな。で11年3回目だと50ダイヤっていうのはいいですね。はい、ということで早速チェックしていきたいと思います。2機体まとめてチェックするか、それとも1機体ずつ動画を分けて出すかは、ちょっとこの後の、尺次第ですね時間がどれぐらいかかるか次第で分けるか一緒くたにするか考えたいと思います。はい、ではまずはね、ニューガンダムガシャからいきましょう。やはり、ね、主役機体ということで、5周年記念 WGF 伊達じゃない、8月1日0時から8月5日23時59分までの5日間となっております。で11連3回ごとに11連ガシャが50ダイヤ、フェス限定機体が新登場、11連で星4以上が1体確定、11連でスクラッチ券や5周年記念 WGF 伊達じゃない&忌まわしい記憶とともに引き換え券のおまけ付き、スクラッチの特定の機体の設計図が登場、ガシャ割引の適用は各回数ごとに割引開始から24時間までとなります。ただしガシャ開催期間終了まで24時間を切っている場合は終了時刻までの適用となります。ガシャ割引の適用は11連78回目までとなります。78回引く人いるんですかね。はい、では詳細。はい、というわけで、ここでイベントポイントバッジも手に入るんですね。11連1から5回目で23455とついてきます。イベントガシャでもあるね、この WGF となっております。はい、そして新登場フェス限定機体一覧、ニューガンダム感想入ついに来ました。まあ、この画面はねすでにチェック済みなので割愛します。はい、そして再登場期間限定ピックアップ機体一覧、ニューガンダム支援入、そしてハイニュー HWS、 この2機体がなんとこのフェスガシャに含まれております。もしねこれがなかったら、これが含まれてないガシャだったら結構ね批判多かったと思うんですけど、この2機体が入ってるっていうのは大きいですね。特に持ってない方、持ってない方になるんですけど、非常に強い2機体で、特にハイニューの方ね、なのでそう、これ持ってない人にとったら本当神ガシャかなと。でサザビーの方もね、同じように限定2機体が含まれているので、であっちはね妨害サザビー入ってるんですよね、かなり新しい、あれも言うたらフェス級の強さなので、なのでまあフェスガシャをね分けたっていう点はまああれですけども、こういった限定機を入れてきてるっていうのは非常に良いポイントかなと思います。はい、で新サポートキャラチェンアギチェーンで、同時開催中キャンペーン、スクラッチ開催中リポイント。では改めて提供割合、はい、グレード5 1.5%、 ここもね若干よくしてますよね。まあ、5% だから 0.5 プラスしたのかなっていう感じで、普通だったらね 1% だと思うんですけど、ね、1.5% で来ております。はい、そしてねさっきの限定2機体が 3% で手に入る、これは非常に美味しいかなと。この辺ね、同じように 0.022% とかね、まあ、よくて 0.5 とか 1% とかだったらまだねって感じだったんですけども、 3% で2機体出てくるので、いや本当にねこの今回のねピックアップ3機体全部持ってない方にとったら、もう是が非でも引きに行くべきガシャかなと思います。それではニューガンダムチェックしていきたいと思います。はい、総戦闘力11500、前衛機体 HP 38158、攻撃力4465、防御力644、
攻撃力めちゃくちゃ高いですね。4000突破しております。4400。そして防御力は逆にね600 神装甲の攻撃型ですね。で宇宙敵戦20丸、地上丸、水中丸と適性は良いです。はい、では必殺技オープン。連続射撃、単体攻撃、実弾攻撃が一番高い敵、ビーム属性、ひるみ、ダメージ軽減、無効攻撃、必中攻撃、直撃。おーすごい、ダブル来ましたね。ダブル追撃、ビーム攻撃上昇、追撃、実弾攻撃上昇、自分ビームダメージ上昇、自身にビームダメージ上昇効果を付与する。さらに様々な武装で実弾攻撃性能が一番高い敵単体を攻撃する。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。この攻撃は必ず命中する。この攻撃は身代わりパリの影響を受けない。敵がビーム攻撃性能上昇状態、実弾攻撃性能上昇状態のいずれかの場合、その数に応じてダメージが増加する。威力11500、発生確率 100%、 上昇率 150%、 持続時間15秒、追撃 150%。 ついに来ました、必中プラス直撃、絶対に外さないよマンですね。分身も当てる、パリーも当てる、身代わりも突破する。強い、これだけでもこいつの強さは分かります。はい、でやっぱりね、実弾攻撃が一番高い敵を狙ってたんですね、このニューガーね、あのイベントね。で追撃、ビーム攻撃上昇、実弾攻撃上昇なので両方ある場合は 300% となります。で自身にもビームダメージ上昇を 150% で、ダメージ軽減無効攻撃ですしね。いやこれは強いな。このニューガー当たりかな。いやサザビーもね、あの地球寒冷化作戦で、あのリーサルやばそうなんですけど、多分ね時間がかかる、ボールみたいに時間がかかるというね予想をしておりましたので、おそらくね多分このニューの方がぶっ壊れになるんじゃないかな。はい、ではスタートアップ、フィンファンネル、スタートアップ、自分回避カウンター、鉄壁効果ダメージ、戦闘開始時に自身に回避カウンターと鉄壁効果ダメージを付与する。発生確率 100%、 カウンター威力6000、持続時間回避カウンター20秒、持続時間鉄壁効果ダメージ30秒ということ で、ザンブラスターと同様に鉄壁効果ダメージをスタートアップから持っております。そして回避カウンターも持ってるいやすごいね、鉄壁で黄色ダメージを無効化しつつ、でさらに避けてね、相手には回避カウンターで黄色ダメージを与えていくと。いやこのスタートアップも強力かなと思います。はい、まあこのね必殺とスタートアップの2つ見ただけでももう引きに行っていいでしょう。はい、では第一スキル、ダミバルーン、自分回避上昇、分身回避カウンター。ダミバルーンを射出し自身の回避性能を上昇させ敵の攻撃を回避するようになる。さらに回避カウンターを付与する。発生確率 100%、上昇率 100%、 カウンター威力6000、持続時間上昇15秒、持続時間回避カウンター30秒、回避回数20回。はい、ということでここでも回避カウンターやっていくんですね。スタートアップが終わってもなおといった感じで、で分身もね、いや本当にニューガンダムどうやって当てるんだってね。あでも必中か、必中で当てたらいいのか。結局は必中ですね。というかニューガンダムにはニューガンダムがいいっていう感じですね。で第2スキル、ニューハイパーバズカ、全体攻撃、実弾属性、直撃、機動低下、ボム不要。ニューハイパーバズーカで敵全体を攻撃する。この攻撃は身代わりパリの影響を受けない。割に機動性能を低下させボム効果を付与する。威力1605、発生確率 90%、 減少率 40%、 持続時間15秒、誘爆必要数5回、ボム割合ダメージ 30%、 現在 HP 割合ダメージでかい気がしますね。まあでもボムは結構防がれたりするので、まあこのスキルは、まあ、そこそこといった感じですかね。まあでも全体ボム決まれば強いですね。直撃ですし、で起動デバフもあります。はい、で最後の第3スキル、ビームライフル、ランダム攻撃、ビーム属性、必中攻撃、回避低下、自分命中上昇、自身の命中性能を上昇させる。さらにビームライフルでランダムに敵を3回攻撃する。この攻撃は必ず命中する。
まれに回避性能を低下させる威力3270、発生確率上昇 100%、 発生確率低下 90%×3回、上昇率 100%、 減少率 40%、 持続時間15秒。第2スキルが直撃で、この第3スキルは必中と分けてますね。はい、まあ、これもまあ第2スキルと同様にそこそこといった感じかな。うん、まあ、やっぱりね、この必殺、そしてスタートアップ、そして、ね、この第1スキルといった感じですかね。まあ、とにかくこの必殺やばいですね。必中直撃絶対当てるマン、いやー、これはぶっ壊れでしょうおそらくぶっ壊れでしょうね。うん、はい、それでは感想後ね、感想後見ていきます。はい、こちらニューガンダム最高フレーム、総戦闘力 11,527、 HP 39,417、 攻撃力 4,355、 防御力712と、さっきよりも HP が若干上がって、攻撃力が若干下がって、防御力が若干上がってる感じですね。で、適性は変わらず。はい、では必殺見ていきましょう。ニューガンダムは伊達じゃない。味方前衛回避上昇、分身回避カウンター、前衛ポジションの味方の回避性能を上昇させる、さらに敵の攻撃を回避するようになり回避カウンターを付与する、発生確率 100%、 上昇率 100%、 カウンター力6000、持続時間15秒、回避回数15回と、これは自分含めて味方前衛にね、回避バフ、そして分身、そして回避カウンターを付与する、強いですね。いやー、前衛パーティー増えそう。はい、そしてスタートアップ最高フレーム、スタートアップ自分鉄壁効果ダメージ、戦闘開始時に自身に鉄壁効果ダメージを付与する、発生確率 100%、 持続時間30秒、単純ですね鉄壁効果ダメージ30秒。はい、そして第1スキル格闘、前方単体攻撃、実弾属性直撃、ビーム防御低下、機動低下、格闘で前方の敵単体を攻撃する。この攻撃は身代わりパリの影響を受けない。まれにビーム防御性能と機動性能を低下させる。威力3383。発生確率 90%、減少率 30%、持続時間15秒。これはそんなって感じですね。単体のデバフ。ね。で、第2スキル、ビームライフル。前方単体攻撃、ビーム属性、必中攻撃、回避低下、自分命中上昇、ビームダメージ上昇。自身の命中性能を上昇させ、ビームダメージ上昇効果を付与する。さらに、ビームライフルで前方の敵単体を攻撃する。この攻撃は必ず命中する。稀に回避性能を低下させる。威力4139、発生確率上昇 100%、発生確率低下 90%、上昇率 150%、減少率 30%、持続時間15秒。まあ、これもね、まあ、単体ということで。うん、まあ、効果自体はね、いいものを持ってるんですけど、単体ですね。はい。で、第3スキル。フィンファンネル、前方単体攻撃、ビーム属性、必中攻撃、直撃、追撃ビーム攻撃上昇、追撃実弾攻撃上昇。フィンファンネルで前方の敵単体を攻撃する。この攻撃は必ず命中する。この攻撃は身代わりパリの影響を受けない。敵がビーム攻撃性能上昇状態、実弾攻撃性能上昇状態のいずれかの場合、その数に応じてダメージが増加する。力4954、追撃 200% ということで、これはね、あの完走前の必殺のまあ介護感といった感じですね。ただ追撃はね、こっちの方が高いんですよね。 200% 合わせると 400%。 まあでもダメージ軽減無効攻撃はないので、まあやっぱり通常必殺の方が抜群にいいですね。ただここにも必中プラス直撃入っております。はい、いやー、まあね、でもやっぱり完走前のあの必殺に尽きるかな。うん、で完走条件って30秒か、30秒、まあわりかしね、長い時間完走前で戦える感じですね。うん、いや、これは取りに行かないといけない機体のような気がします。はい、回避カウンター持ってない人は特にね、僕とかねはい、それではね、最後にモーション見ていきましょう。今回ニューガンダムだけにしようかな。サザビーは別で動画出そうかなと思います。はい、必殺連続射撃、フィンファンネルを飛ばしてチュンチュンチュンと、そして最後ラストシューティング、最後ラストシューティングでした。
これは意外。こんなシーンあったっけ、逆射でね、下から上に突き上げるビームライフル、ラストシューティングですね、完全に。いや、モーションいいですね。はい、そしてダミーバルーン、はい、3発飛ばして、なんだっけこれ、分身回避カウンターか。はい、でニューハイパーバズーカ、でこれ全体攻撃のボム付与だからね、当たればね、ほんとで割合ダメージもでかいですし、意外とやれるかもしれない。うん、でビームライフル、ランダム攻撃をチュンチュンチュンと3発ね。はい、というわけで、あ、そうだ、感想後、さあ、ニューガンダムは伊達じゃない、ね、これがとにかく言いたい。今回はアムロでガシャ引いていこうかな。うん、はい、ということでモーション、おー、これもね、原作のね、あの場面ですね。うん、いや、来るものがありますね、ジェガンたちジェガンだよね、加勢しますぜって。あ、ジェガンだけじゃない、しっかりいますね、ギラ動画かな、ですよね。いや、これは泣けるこれは感動する。はい、そして格闘、おお、すごい早いボクサーや、ボクサーやないかね、ワンツーワンツースリーね、いや、いいですね、ニューガンダムいいね。そしてビームライフル、これがまあ普通といった感じで、はい、そしてフィンファンネル、うん、まあ、これもね、はい、ということで、はい、今回はニューガンダムチェックとなりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、あの必殺を見てしまったらね、引かざるを得ないといった感じかなと思います。初の必中プラス直撃、絶対に当てるマンね絶対に当てるマン、絶対に外さないよマン登場です。はい、ただまあサザビーの方もね、あるので、でダイヤもね、限りがあると思うので、まあどっちを引くか、どっちも引くか、どっちも引かないか、まあどっちかは引いた方がいいような気がしますね。うん、サザビーの方もね、妨害サザビー入ってるので、では引き換え上は特に変わった点はないか。ではこの後ね、今度はサザビーチェックの動画をね、出していきたいと思いますので、そちらもぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。それではね、あ、チェーンだけ最後見ていきます。ベストマッチ、チャーミングすぎるからさ、はい、でアムロとチェーンのベストマッチで、敵に攻撃を当てると敵全体にノイズ効果を付与、発生確率 10%、 効果回数1回、まあ、効果自体はいいですね。ただ発生確率と回数が、まあ、どこまで上がるのかって感じで、まあ、おまけ的な感覚でね、つけていくのがいいのかな。はい、では、はい、終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク破り。